の違いは感じましたし、まあ向こうのタレントの実力っていうかね、そういうの、まあ、まだ 100% ではないと思いますけど、圧倒的なこの差っていうのはすごい感じたんで、そういう相手とやれるのはすごい楽しいです。そうですね、やっぱネイマール、メッシ、ムバッペとかはやっぱり対戦してみるんですね。いやいや、もうキーパーなんで、シュートストップのところをまあしっかりこうディフェンスラインと協力して、そういう世界相手に止めていきたいなと。いやもう楽しんで帰ってもらえるようにしっかりやっていきたいと思います。いやー羨ましいなっていうか早く俺らもやりたいなっていう思いになりましたね。いや楽しさもう9割ぐらいですかね、まあ、緊張はまあそこまではないですかね。いやもうこんな機会もうめったにないし、もう思い切りやるだけですね。はい、やっぱメッシ選手とネイマール選手はよくダゾンとか動画でずっと見てきた選手なんで、対戦するのは初めてですし、まあ、本当にその2選手とできるのは本当に楽しみですね。いやもうとりあえず楽しんでほしいし、僕らも楽しみたいと思いますし、もう弱気なサッカーを見せたくないし、まあ、相手がパリだろうがどんどん果敢に、僕らがチャレンジしているところをしっかり見てもらえればいいかなと思います。やっぱりまだ日本に来て間もないというか、シーズンも始まっていなくて、準備している段階なのにクオリティというか、まあ本当にクオリティの差を見てて感じたというか、単純にそれはもう川崎さんは僕 J リーグの中でトップクオリティを持っている中でも、ああいう違いを見せるのはすごいなと思いましたし、まあ楽しみですかね、個人としては。まあもう楽しみっていう気持ちしかないですし、まあ気負いすぎたらあれですけど、まあ、同じプレーしてる人間なので、その楽しみであったりとかワクワク感っていうのをピッチにいい状態で落とせたらなと思います。もちろんこうメッシだったりネイマールとかモロッペっていう選手は有名ですごいですけど、僕個人としてはベラッティっていう選手、中盤選手は、まあ、昔からちょこちょこ映像も見てましたし、まあ、対戦できるかどうか分からないですけど、まあ、見て勉強できる部分であったりとか、まあ、いろんなことをできるかなと思うので、そこは楽しみです。それこそチームリーグ戦につながるようなというか、自信を持ったプレーをできていかないといけないし、それこそ、まあ、公式戦ではないといったらあれなんですけど、本当重要な試合だと思うんですけど、いろいろチャレンジできる部分だと思うので、おのおのがチャレンジするところもそうだし、チームとして目的を持ってプレーしないといけないなと感じているので、いい試合にしたいなと思います。まあ、こういう機会めったにないと思いますし、それをこう大阪のパナソニックスタジアムで見れるっていうのは最高の環境だと思うので、まあ、僕らもそうですし、まあいい試合をというか、熱気あふれるそういうプレーを見せていけたらなと。